福岡県立武蔵大高等学校は、福岡県筑市の支店廃坂5丁目に存在する福岡県立高等学校である。通称は武蔵である。福岡県内の学区を通学区とし、全日制家庭普通科のみを有する福岡県立の高等学校である。同時期に開校した普通科家,家庭を有する高等学校には、福岡県立かすが高等学校などがある。 学校名の、武蔵大は、本校南側に位置する天牌山のふもとにある、武蔵寺及び、所在地付近一帯の旧地名である、武蔵村に由来する。校歌の作詞、作曲は、本校第一期生による。歌唱時、男子生徒は、発生可能な音域に対し曲の音域が高めである。ためか歌いづらさを感じるものが少なくないと言われている。本校は、 最寄りの鉄道駅から距離が遠いためか、鉄道を利用して通学する生徒は少ないと思われ、大多数の生徒の通学手段は徒歩、または自転車である。ちなみに、校門前の坂道は自転車に乗車したまま下ることが禁止されており、校舎の上自転車を押して通行することが義務付けられている。 頭髪に関する規定や紺色の学生服と相まって本校生徒である胸一目瞭然であることから風紀に関しては比較的厳しい学校であると受け止められている。学校のシンボルカラーはウルトラマリンブルーであり、生徒昇降口の前にあるコモンホールに敷かれた絨毯やセカンドバッグなどに使用されている。個人の持つ資質。 能力の啓発寛容強靭な心身の鍛錬、遠や未来に生きる、創造力豊かな人間性と勤労を重んじ家族、社会を愛し人類の平和と文化の発展に寄与する、国民の育成に努めるまた、継続は力なりを具現化するために、以下のような取り組みが行われている。ありがとうございます。